日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちなタリーズの現在開催されている都道府県じゃないわ、地域別限定商品の中から関西限定であるピスタチオハニーブレッドとピスタチオラテを飲みたいと思います。ラテはアイスにしてます。もちろんスワークルっていうのもあるんですけど、スワークルは多分スタバのフラペチーノみたいなやつで、結構、涼しくなってきてもうフラペチーノの季節じゃないかなと思いましたので、まあ、フラペチーノじゃないんですけど、今回はただのラテ、普通のラテにしました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。焼いてもいた、温めていただいたデニッシュからいただきます。熱いピスタチオってどうなのかな。関西限定ピスタチオタリーズ、美味しかったかしら。ええ、パン生地はふんわりしていますし、中のクリームいやペーストかなもしっかりとピスタチオの香ばしさを感じられて美味しいです。それにラテだって生クリーム多いかなと思ったんですけど、全然そんなことはなくて、むしろいい感じにバランスが取れていくというのがいいですね。これは美味しかった。ブレッドの方はふっくらとした生地の中からピスタチオの香ばしさがかなり広がってきました。温めてあるので甘さよりも香ばしさの方が強く感じられて、もしピスタチオの香ばしさがお好きなのであれば食べてみてもいいの方がいいと思います。まあ地区限定なのが問題です。でピスタチオラテのラテはなんかクリームの中から結構ピスタチオのこちらの香ばしさが広がってきて、ラテの程よいまろやかさを出していました。混ぜて溶かしていくといい感じにラテに溶けるので、ピスタチオを堪能したい場合にはぜひ飲んでいただきたいですね。もしあなたの地域にあるタリーズの、ラテや限定フードを飲まれたのであれば、コメントで感想を送っていただけますと嬉しいです。というわけで本日はどちらのピスタチオ商品も美味しかったので、両方とも5点とさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。